どうも、小瀬です。今日の動画ではジェルネイルを使わずにネイルホイルを貼っていきます。ネイルスタンプもペタペタやっていきますよ。地爪の場合はポリッシュのベースコートを塗ってから作業します。ではスタート。地爪に塗っていく設定でやっていくので、まず人差し指、中指、薬指、小指と塗ってから、薬指と小指の爪、激しく剥離しております。4本塗ってから親指に塗る。親指塗り終わった頃には人差し指が乾いてるだろうから人差し指にアートするというようなサイクルでやっていきたいと思います。私にとってポリッシュの最大の敵は、こんな風にこうくっついちゃったりしてポリッシュがぐちゃってなっちゃうこと。なのでこういうのキャンドゥで買ってきました。地爪にアートする時にはこれでカバーしよっかなと思ってます。でもこれ結構きついんですよね。このつまみのところがこのように平行になるぐらい開いてた方が私にはちょうどいいので、こうやってポリッシュのキャップに挟んでちょっと広げてから使うことにしたいと思います。でも今のところ絶賛剥離中なので、妄想ね、剥離が綺麗に治ったらこういう風に使うっていうデモンストレーションでした。ご清聴ありがとうございました。はいはい、アートアート。昔雑誌の付録についていたマニキュア使います。古いマニキュア使って大丈夫なのかなと思ってちょっと調べてみたんですけど、明らかに変色していたり分離していたりする以外だったら結構大丈夫みたいです。人差し指一回塗りました。さっき言っていたサイクル一周しました。一周したところで人差し指まあまあ乾いてますね。 OK。 中指と小指、この2本だけ2度塗りします。二度塗りしました。では人差し指にネイルホイル貼っていきます。アイプチー。本来二重まぶたを作る化粧品なんですけど、私はつけまつげをつけるのに使っていました。これを塗っていきます。全面塗らずに少しだけ隙間を空けて塗っています。手洗いなどで塗れるとそこから剥がれてきそうなので、縁まで全部塗らないように頑張ってます。この筆めっちゃ塗りやすいですよ。乾くと透明になります。マニキュアが乾くよりも早く乾きますよ。人差し指完了。このアイプチは親指、さっき塗った人差し指、それから薬指に塗りました。じゃあこれから人差し指にホイル貼っていきます。じゃーん、シーンで買ったホイルです。できやす、えいや。ここは覚悟を決めてバーンと貼りましょう。その後はツイザーでひたすらこすりつけます。今までは爪を使ってガリガリもしてたんですけど、今爪の先いたわろうキャンペーン中なのでずっとツイザーでこすっていきます。実は以前もアイプチでホイールをつけた動画を作っています。でもポリッシュの上にホイールを貼るの今日初めてなんでドキドキですけど、お、結構くっついたね。うん、それお、良いのではないでしょうか。次、薬指にホイール貼ります。位置決めたら潔くポン。あとはこするこするで勢いよくパッと取ったら、あ、後でちょっと詳しくお見せしますね。ちょっとホイールが剥がれてしまった。剥がれるのは私の爪だけで十分じゃと自虐ネタを挟みながら、まあでもこれでもいいっしょ。次、親指サクサクいきます。これ親指がねめっちゃうまくいったんです。せーの、次中指にスタンプします。キャンドゥのプレート使います。100均のポリッシュ使います。ビャーって塗って、プラスチックのカードで1回こすって、プレートの下に敷いてるコピー用紙にこすりつけて、プラスチックカードの簡易掃除完了。グレースガーデンのスタンパーに転写、ダイソーのスタンプ台に載せてます。いらない模様をマスキングテープで取ります。で、まあ好きなところにスタンプするんですけど、あ、5スタンプできてない。
そーっと戻して、ちょっと圧をかければ大丈夫。あー、危なかった。キャンドゥのネイルコーナーにあったスタッズつけます。トップコートをちょっとつけて、この上にスタッズ乗せます。はい、放置タイム。薬指もスタンプしたいんですけど、多分ホイールの上にはスタンプできないような気がするので、トップコートを塗っておきます。薬指乾かしてる間に小指にスタッズつけました。親指もトップコートを塗りましたよ。で、人差し指と中指にもトップコート塗って、この2本はこれで終わりです。薬指のトップコートが乾いてるのを確認してからスタンプします。アリエクスプレスで買ったプレート使います。今度はデザインが小さいのでセリアのスタンパー使います。いらない模様をマスキングテープでお掃除。まっすぐ縦にスタンプ。お、いいやん。これつけます。トップコートちょいちょいとつけて、後になってこのつけた場所後悔したんですけど、まあいっか、しょぼん。ほら、同じようなとこばっかりにスタッズ貼っちゃって、ちょっとバランス悪くね。まあまあ、小指仕上げます。小指にトップコートを塗って、これで完成。今度は親指にスタンプします。さっき使ったアリエクスプレスのプレート使います。プラスチックカード、セリアのスタンパー、こんなんできました。マスキングテープで掃除します。注意深く立てまっすぐにスタンプ。トップコートこの辺にスタッツかな。このサイクルで塗るのって何をどこまで塗ったか忘れちゃいますね。あと残ってるのは薬指と親指のトップコート。薬指バー、そして親指もバー。ホイールが剥がれてこないように先の方もちゃんと塗って、親指も完成です。指にのせるとこんな感じです。バラの季節かなと思ってバラのネイルにしました。親指はこんな感じ。ご視聴いただきありがとうございました。また次の動画で。バイバイキーン。